皆さん、こんにちは。野中美穂です。え、本日、4月14日は、えー、東京オリンピック開幕まで100日ということで、えー、オリンピックについてだったり、クライミングについてだったり、いろんな話をしていきたいと思います。ワールドカップは、今週末、2日午後に始まります。それが1年半ぶりです。場所は、 えっと、スイスのマイリンゲンというところで開催します。今の気持ちは、もう、とにかくワクワクしてます。もう、あの、エネルギーがもうありふれてて、もう早くその、この感情を壁の中で出したいなって思ってます。いやー、久しぶりの大会だから緊張っていうのはないですね。もうワクワクでしかないですね。 はい。でもそれは結構いつもそうかな。結構ワールドカップとかに関してはいつも緊張よりもワクワクが勝ってますね。あの、個人的にその参加を決めたのはもうほんと多分もう1ヶ月以内ぐらいの話で、まあ、3週間前とかぐらいの話で、まあっていうのも、そのスイスはそもそも日本人がまだ入国できないんですけど、えっ、ー、と、まあ特別な措置で大会だけ まあ、日本人派遣していいですよっていうことで、まあ、教会から OK 出て、政府から OK が出て、で、あとその帰国後の隔離も完全隔離だったのが、その練習だけは緩和されます。その練習緩和措置っていうものが適用されたんで、それで私は行くことを決めたんですけど、まあ、それが約2、3週間前です。スイスに行ってからの隔離はないんですけど、 えっと、まず日本に出発する前に検査をする。で、スイスに着いて検査する。で、多分大会でもまた検査して。っていう、結構その検査を何回もこう、乗り越えて、で、やっと大会に出れるんで。まあ、その隔離がない代わりに、そうやって検査はたくさん、一応ありますね。ただ、えっと、入国も結構大会前からギリギリなので、 ま、その移動日とかも含めると、もう、その大会会場に着いた日か、そのもう一日ぐらいしかもう時間ないんですよね。なので、日本選手は、えっと、その、アップウォールで、大会会場のアップウォールで、一応なんかちょっと体を動かせる時間を設けられた、確保してもらったみたいなんですけど、まあ、基本的にはでも、外出もできない、自粛ですね。基本的には。 あんまり認められてないです。行く理由としては、やっぱり一年半もワールドカップ国際大会がなかったっていうのがやっぱり一番大きいですね。その国内で大会はまあちょこちょこ出てはいても、やっぱり世界のレベルがどうなのか、周りの選手がどういう状況なのかも把握できてないし、やっぱその大会観みたいなものがずっとなかったんで、まあ、オリンピックまでにそういうの必要だなってすごい思ったんで、 通常決めました。何レジストを見たら、確認したら結構いました、選手は。ただ、まあ、ヨーロッパなんで、単純に多いのかなって今思ってます、状況的に。コロナの状況的に。例えば、スイスが今回の大会ですけど、その次予定されてるのはアメリカで、ただ、アメリカだとヨーロッパの選手が入国できないっていう問題が今あるので、そこはまあ、解決されるのか、 まあ、されないんだとしたらまた選手も少なくなるし、結構大会によって状況変わるかなと思います。<noise> オリンピックまでのスケジュールは、そもそも、えっと、ボルダーのワールドカップが4つぐらい予定されてたんですけど、まあ、スイス、アメリカで、あと、中国と韓国が予定されてたんですけど、中国と韓国が延期になって、 なんで、その2個がオリンピックの後になったでしょ国内のを入れると、多分コンバインドジャパンカップがあって、あとインスブルックでボルダーとリードのワールドカップがあって、まだその全部の大会出るか出ないかは決めていないのと、まあその状況、コロナの状況次第で大会開催がさ実際にされるのかどうかも多分変わってくるし、まあその隔離状況とか、まあいろんな状況をその見ながら、 判断していこうかなと思ってます。うん、100日前でオリンピックは感じてますけど、ええー、気持ち的には、いやなんかなんだろう、ワクワクももちろんあるけど、いやもう本んあっという間に来るなっていう、うん、なんか、 練習ができてない焦りとかではないんですけど、単純にやっぱもう早い、この時間のスピード感の速さにちょっと驚いてます。この100日をどう過ごしていくかは、多分その、まあ、大会に出て、で、実際そういう、いろいろ始まると本当にもう今以上にスピード感早く感じると思うんですけど、今回そのイレギュラーに、 その帰国後に隔離が2週間あったりとか、なんかこう自由に動けない期間っていうのが、まあ、その限られてる時間の中で、しかもそういうのがあるんで。なんかやっぱそこをしっかりと充実させていくために、いろいろ準備必要だなって思ってますね。その隔離中の練習をどういうふうに充実させるか。 がすごく重要だなって思ってます。特にこの100日の間に力を入れたいのは、やっぱり試合が始まるんで、その試合でどういう風に勝っていくか、試合の中でどうやって自分のその流れを作っていくかみたいなのとか、まあ本当実戦実戦で、 勝つために必要なことを細かく見極めていきたいなって思ってますね。3種目でどれが重要かより重要かっていうのは、なんかこう、やり、練習を全部こうやり進めていく中で、もう全部重要だなっていう、全部の重要さを、なんかすごく感じましたね。なんかもちろん自分の得意なボルダーとかを、 あの、極めていくのはもちろんなんですけど、でもやっぱり、こう、改めて、オリンピックに出る出場選手、女子の出場選手を見たときに、やっぱ全部の分野の強い人たちがいるんで、一箇所もこう、気抜けないなっていうのはすごく思ったんですよね。だから、まあ本当スピードでもすごい自分の全力をもちろん出すし、ボルダーでも出すし、リードでも最後まで本当に気を抜かずに、 自分の全力を出すっていうことをしないと、うん、勝ちにはやっぱいかない、いかないんじゃないかなって思うんで、まあ大会に出ながら、まあ帰ってきてもやっぱ3種目しっかりとやって、うん、全部バランスよく、調子を上げていくイメージです。オリンピックへの意気込みはえ、もうずっと変わらずやっぱり金メダルを取ることですね。 オリンピックでメダルを取れるイメージは正直できてないです。っていうのも、そのオリンピックに出たことがないんで、その大会の感じとかもわかんないし、なんか想像ができないんですけど、ただ、そこで全力でパフォーマンスをするっていう、できるっていう自信はあります。まあそのために練習をしてきてるんで、まあもうそこで出すためだけに今頑張ってるんで、まあそれは、 大丈夫かなって思ってます。まあそのオリンピック開幕まで100日という節目を迎えて、まあこう聖火リレーが始まったり、まあオリンピックに向けていろいろ進んでると思うんですけど、まあコロナがまだ、うん、まあ増え、今現状増えて、また増え出していったりしていて、まあその中でも本当に皆さんが、まあいろんな制限を、の中で生きていて、すごい、 まあ、まあ思うようにいかない日々だとは思うんですけど、まあ私もその制限がある中で、この100日、あの毎日、本当に1秒も無駄にせずに頑張っているので、ぜひ、あの応援していただきたいと思います。で、今週末、えー、スイスのワールドカップが始まるので、そこに向けて、まあ普段だったら、まあ1週間前ぐらいに、 ヨーロッパだとか時差があるんで一週間前ぐらいに出るんですけど、まあ、今回はすごいギリギリになるのでもう今日出発なので今から飛行機に乗ってスイスに向かいたいと思います応援よろしくお願いしますバイバーイチャンネル登録お願いします